ボンュー皆様こんにちはブラマニのでですですおつぶら今日もまたまた、ブラ耳の方をお送りさせていただきたいと思います。こちらの本チャンネル並び、ライブ配信を主に行っておりますセカンドチャンネルもございますので、登録の方何とどうかよろしくお願いいたします。今日の話題は、純子ママさんですね。僕たちのブライスを作りになった純子ウォングさんのインスタグラムの方のストーリーの方にですね、 3月に発売予定のハローアゲインジュニムニキューティーさんの最終画像がねお写真が載っていたということでそちらについて語らせていただきたいと思います通勤通学のおともにご家庭の家事の合間やお仕事の休憩時間に耳だけで聞いていただけるラジオのような動画に仕上がっておりますのでどうか最後までお楽しみくださいそれでは ね、早速ね「ブラ耳」の方をお送りさせていただこうと思うんですけど皆さん純子ママさんのねインスタグラムのストーリーの方はご覧になられましたでしょうかね一応まあストーリーということで24時間ぐらいでね消えてしまうので今のこの「ブラ耳」の上がっている時点でもしかしたらもう純子ママさんのね ところ消えてしまってるかもしれないんですけど、こちらの動画の概要欄の方に、純子ママさんのね、インスタグラムのアドレス貼っときますので、ぜひとも新しいね、ブライス情報をお知りになりたい方は、純子ママさんのインスタグラムフォローしてみてくださいねい。いっぱい新しいね、ブライスについての情報上がってますのでね。普通のインスタグラムをチェックするだけでなく、今回のね、ようにストーリーの方ですね。24時間で消えてしまう画像とか動画を上げる場所がストーリーっていうんですけど、 そちらにもいろいろ新しい、ね、新作情報が上がってますのでね、ぜひとも見逃しなく。ということでですね、前日ですね、この間、あのジュニー・ムーンさん、ブライス公式さんの方で、CWC 限定、ハロー・アゲイン・ジュニムニ・キューティーさんのねイラストが発表になって、一応3月発売で17,900円、CWC 限定ということでね、 発表になって、そちらについても、ブラ耳の方を語らせていただいたんですけど、その後すぐにですね、純子ウォングさんの、純子ママさんのインスタグラムのストーリーの方に、お写真の方が上がっていたということで、まあ、一応ね、あの、年末くらいに、あの、ジュニムニキューティーさん、うん、ハローアゲイン、ジュニムニキューティーさんの、あの、お顔のような感じのね、お写真はもうすでに上がっていたのでね、まあ、あのー、イラストが発表になって、 で今回ね詳しい仕様が分かったんですけど、まあ、その以前からなんとなくお写真ではねこんなような感じの子に仕上がるんではないかという予想はできてたんですけど今回さらにですね純子ママさんのインスタグラムのストーリーの方にあのお顔のこう鼻から下の部分とアウトフィットのね主なお写真が載っていてかなりねびっくりさせられて純子オングさんのそのお写真には「カミングスーン」と書いてあってね あのドレスのディテールなんかが細かいディテールなんかが確認できるような感じでで今回お写真見た感じだとなんかこうお写真の感じではですねミントグリーンにピンクがこうドレスの差し色になってるような感じで白とミントグリーンのストライプにピンクのリボンやボタンがね差し色であしらわれているような感じで思った以上に髪の色がブロンドじゃなくてライトブラウンみたいな感じなのかなーなんてそんな感じの。 お写真だったんですけど、実際はですね、あの、ブライス公式さんの方で発表になったイラストの方は、ライトブルーとブルーと白のね、あのー、こう、お色という、ライトブルーとホワイトのカラーリングに、 あの、差し色にピンクというね、感じのイラストなので、純子ママさんのお写真だと、ライトブルーというよりはミントグリーンになっているので、で、髪の方もですねこ、あの、純子ママさんのお写真はライトブラウンっぽい感じ。こう、ちょっとこう、ミルクティー色っぽい感じのね、オリジナルのジュニム、ジュニムニさん似たような感じの髪色なんですけど、実際、イラストの方で発表になってる髪のお色ですね。うん はブロンドというお色なのでね、やっぱりお写真と今回の発表になったイラスト、イラストのブロンドはどちらかというと黄色みがかった寒色系の明るいあのブロンドの髪色なのに、お写真ではライトブラウンのようなね、オリジナルのジュニミニキューティーさんのようなお色なので、多分インスタグラムのお写真の 色調を変えてちょっとこうねインスタグラムにアップなされたのかなという感じで実際の商品はよりライトブルーに近いんではないかななんて思ったんですね今回のね純光ママさんのお写真は多分色調補正されたお写真なので実際にはブルー系のアウトフィットなんではないかななんて思いますねでその他の部分ですねほとんど今目の前に僕もあのジュニムニさんね 置いてててあるんんでですすけどどそれとと見比べてみてもほとんど一緒ですねアウトフィットから、あの、透け感のある袖ですね。パフスリーブの袖に、あと胸元のハートのボタンですとか、あとスカートのね、刺繍の部分ですね。ジュニームーンの刺繍の部分も全く同じで、ジュニムニアゲインさんのイラストの部分に、この刺繍ですね。ジュニームーンの刺繍は、ジュンコ・ウォングさんがお書きになったあのショップのロゴを、 刺繍してるとということでね多分オリジナルのジュニームーンの刺繍ですね、金の刺繍も全く同じなので、こちらのオリジナルのね、ジュニムニさんですね、の方の刺繍も、ジュンコママさんのロゴのね刺繍なんだろうなという感じでね、とってもびっくりさせられましたね。 お顔の方ですね。下から覗いた感じのね、ちょっと見上げた感じのお写真で、唇を見る感じ、かなりウッフンリップ、ブチュリップって言うんですかブチュリップで色っぽい感じのね、あの、可愛いい、あの、リップに仕上がってて、ちょっとチークが思った以上に濃いかなと思うんですけど、この辺も多分、 色調補正されてて濃いめの色になってると思うのでね、髪の色と含めて肌の色もそうなんですけど、もうちょっと白っぽい肌のチークの薄い子になってくるんではないかななんて思うんですよね。フェイスカラーもね、半透明のクリーム、色白肌の表記なのでね、実際はもっとこう、お写真は肌色の強い感じの、こうセルロイドのドールっぽい感じのね、おもちゃおもちゃした感じの肌色なんですけど、実際はジュニムニさん、オリジナルのジュニムニさんみたいな色白のね、 クリームの肌色の子に仕上がってくるんだろうなということでままあこの辺ね、ね。ちょっと期待しています、ね、で靴下の部分ですね白地にピンクのリボンのねプリントとピンクのリボンが縫い付けられてるのが見えるんですけどソックスの部分ですね本物の方はミントグリーンのリボンがね、付けられていたのでこの辺なんかもこう、オリジナルのジュニムニさんとはね こう対照的になるように作られているんだななんていう感じでねすごく2体並べたら可愛い姉妹設定でねあの僕の中では同一人物 <laughs> 設定なんですけどまあ実際ねジュニムニキューティーさんオリジナルの子と並べたらねこう姉妹のような双子のような設定になるのかななんて思いつつもまあちょっとねかなり発売から あのオリジナルの子からのねアゲインさんまでの発売の間にブランクがあるので双子という感じよりはまあどちらかというと姉妹か同一人物設定の方がね個人的にはしっくりくるんではないかななんて思ってるんですけどね。ねもうちょっとこう近い時期にね1ヶ月とか2ヶ月遅れで発売されたらあのシンプリーさんとかねみたいにこう双子設定できるんですけどまあ今回のように何年もね 間が空いてなおかつ顔型も違うということで双子設定というよりは姉妹設定の方が個人的にはしっくりくるかもしくはオリジナルのジュニムニさんがねちょっと大人になってこうイメージチェンジしてリバイバルされて出てきたという感じの設定の方が個人的にはしっくりくるんですけどねでやっぱりこう今回ね純子ママさんのお写真見る感じではこうやっぱりシンプルなアウトフィットでね シンプルな子で、1 7千八百円の、万七9 0 0円ですね、万七千九百円の本当にベーシックな金額の子で出てくるので、まあ、付属品もね、あのジュニムニさんの紙袋とミニチュアのブライスのこうペーパーボックスってうんですか、紙のおまけがついてくるぐらいで、あとカチューシャですね、ブルーの。まあ、シンプルな感じのアウトフィットで、シンプルな付属品で。 1>, まあ1万7,900円で出るということでね個人的にはかなり売れるんではないかな,なと思うんですけどね3月発売ね1月発売なかったですし2月はねチャーミングさんチャーミングクリスタリンさんでやっぱりこうガカミさんとかねこの間ライブさせていただいたんですけどジュニムニア芸人さんをお迎えするからチャーミングさんはちょっと見送りますって方も結構いらっしゃったのでまあチャーミングさんね2月発売のチャーミングさんの結果がまあ 日、22日ぐらいででしたっけ出ると思うのでね当たった方はおめでとうございます。外れることもあんまないと思うんですけどね、チャーミングさんね。その結構、楽あみさんとか、ね、ライブのリスナーさんの反応を見る感じ、半々ぐらいな感じでねお迎えされる方とお迎えされない方がいらっしゃったので。なので、皆さんに当たるんではないかななんて思って、あとやっぱりこう、 ジュニムニキューティーアゲインさんの最終皆さん待ってるのかなと思うんですよねやっぱりチャーミングさんと今回のねジュニムニさんアゲインですねジュニムニキューティーアゲインさんやっぱり似てるのでね白とブルーのアウトフィットにブロンドの髪でね似たような子2体続いてねまあどちらか一方を迎えすればね普通のブライスファンの方であれば満足なされると思うのでまあチャーミングさんとね ジュニムニムキューティーさん、まあ、どちらも CWC の限定でね、まあ、片方は初風呂限定ですけど、まあ、どちらも価値があって抽選販売でねこうレアな子だとは思うんですけど、まあ、一般受けしそうなのはジュニムニアゲンスさんの方が一般受けしそうかなっていうのは個人的には感じるんですけどね。でまた ジュニムニーさんね、オリジナル持ってる方ですね、6年前のオリジナル持ってる方は、やっぱり2体ね、並べたいと思うでしょうし、オリジナルね、お迎えできなかった方は、今回こそあとね、思って、アゲインさんお迎えされる方もきっと多いと思うので、人気が出ると思いますのでね、お値段も安い分ね。こう、チャーミングさん2万5千円くらいしますからね、結構お高いですもんね。それを考えたら、やっぱりジュニムニーアゲインさんの方が人気が出るんではないかななんて思いますね。なので、今回。 んングさんのねンコママさんのインスタグラムのストーリーの方に最終画像が上がってたんですけどこちらの画像を見る感じ箱から出した画像みたいな感じなのでね箱入りの画像ではなくて箱から出ている感じのねサンプルの子だと思うのでその辺ちょっとね楽しみだったりしますねで耳のイヤリングも見えるような感じでしょうかねスカイブルーかなんかのハートのイヤリングねつけてるそうなのでそちらのイヤリングもね確認できていますけどね 一応プルリングはまだ見えないようなのでねプルリング楽しみだったりしてるんですけどねジュニムニさんオリジナルの方はミントグリーンのこうプラスチックのパーツにプライスとジュニームーンのこう、ね、花柄のプリントが施されてるのでまあき,き,きっとですねこのジュニムニアゲインさんはピンクのプルリングみたいな感じでねフラットな平らなピンクのプラスチックに ジュニームーンさんとブライスのね、ロゴと花,花のこう模様の上にこうプリントされてるんではないかなと思うのでね。で、ドールスタンドの方、オリジナルのジュニムニさんはミントグリーンなのでね、多分、ジュニムニアゲインさんのドールスタンドはピンクになるんでしょうね。可愛いでしょうね。なんか並べたら、なんかこう、ピンクとブルーでね、すごく対照的で綺麗な、あの、面白い、こう、ドールの対比になると思うのでね。 こう6年ですかもう間が空いてね似たような子が出る,出るということでね、あのー、リバイバルでもアンコールでもない今回アゲインというねあの新しい試みで多分ねリバイバルとかアンコールに比べたら文句が出ないんじゃないかと思うんですよねこう全くね、あのー、同じ子を作るわけではなく再販するのではなくイメージチェンジしたということでね少々の こうメイクの違いだったり表情の違いだったりね髪型の違いだったり許されると思うのでねその辺うまいこうかわし方を。 ななさささっったなって CWC んんん思うんですけどねこれからもね今回「ジュニムニキューティー・アゲイン」ということなんですけど過去にね人気のあった子たちのアゲインシリーズどん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 出してくれても面白いんではないかななんて思いますね。やっぱり20年間ねブライス出続けている発表し続けているので、ね、ネタ切れもあると思うのでね似たようなこうリバイバルで。 ね、ラディエンスリニューで出されてもいいのではないかななんて思いますねラディエンス無印の頃のねヒット商品の子たちをリニューでリバイバルしてね集め直すのも楽しいと思いますのでねなかなかいい試みではないかななんて思いますということで今回ねじゅワングさんのインスタグラムに上がってたストーリーの画像についてね語らせていただいたんですけどねいかがだったでしょうか <laughs> ね本当にまた楽しみですねじゅワングさんのね こういった感じのこうちょい出しちょい見せ画像って言うんですかちょい見せ動画とかね楽しみですよねこれからも期待してじゅんこワンクさんのインスタグラム追いかけていきたいと思いますで先ほどもね申し上げたんですけどぜひとも CWC、えー、さんのブライスの公式さんのホームページ並びインスタグラムもしくはねあのブライスのママじゅんこワンクさんのインスタグラムぜひともフォローしてね ブライスの新しい情報を見落とさないように新しい最新ニュース取り逃さないようにねフォローしてみてくださいねはいそれではね今回も長々とご視聴いただきおつぶらでしたそれではまた次回の動画や開封レビューでお会いいたしましょうブラマニの額でしたおつぶらでしたはい今ですねこうねジュニームーンさんの方でウィンターセールを行ってるのでねちょっといろいろなんかこう欲しいなと思う商品があって あとなんて言うんですかね福袋を今回買わなかったので自分でね自分のこう過酷こをこうお迎えしてあとジュニー・ムーンさんのね公式さんのなんかセールになっているブライスグッズとか買ってみて自分で自分の福袋2021年作ってみようかな,なんてちょっと思いつつも。 今考え中だったりしますね,、まあ、自,分でね自分で福袋買っても中に入ってるものが分かるので、ね、福袋って感じがしないんですけどやっぱりお正月ね2年続けて福袋をお迎えしていないのでちょっと寂しいなと思いつつ自分で自分の福袋を作ってみようかなと思ってますね。はい